今回紹介するのはこちら、ガンダムビルドファイターズで出てきました、ちなちゃんですね。各色に関しても最初から色がある程度分けてあるので、もう素組みの状態でも問題ないんじゃないかなとは思いますが、まあ、やはり作るにあたって多少なりとは手をかけていきたいと思います。作っていきますんでよろしくお願いします。ニッパでちゃんと切っていってくださいね。ちゃんと向きとかもあるのでそこは気をつけてください。そうしましたら今切り離したパーツなんですけど分かりますかね。切り離したところのこの分ですねがちょこっとまだ残ってるのでこの分をニッパーで取っていきます。でもし、ニッパーで切った後も気になるようであれば、ヤスリ等を使って削ってください。まあ、削りすぎないようには注意なので、少しずつやりながらいいところで止めてください。似たような部品とかもあるので、向きには注意して、取り付けてください。はい、ボディができました。完成です。どうでしょうか。さっき作ったボディと合わせてみました。もっと1個忘れていたものがあったのでちょっとそれだけ、ちなちゃんのメガネの、フレームだったんですけど、ちなちゃんといえば僕的には赤の方が好きです。こっちの方がちなちゃんっぽくて僕はいいなと思います。はい、腕ができました。腕もつけたらこんな感じになりました。はい、とりあえず今、形完成しました。はい、完成です。つなっかいです。今回はまだシール等は目のとこにしかつけてません。それ以外に関しては、ペンで色をつけてから行こうと思ってます。とりあえず今回はもう素組み状態だけで行こうと思ってますので、まあそれでもそのまんま作ったにしてもまあ出来はいいんじゃないんでしょうか。もうこのままでも十分だとは思いますが、はい。じゃあ、あとはちょっとこれを、このままじゃ安定しませんので、これの台座を作っていきます。台座できました。こんな感じですね。こんな感じで。後ろのリボンかわいいですよね。そして、この台座のこの上の部分です。この隙間穴が開いてるじゃないですか。これよく見てください。ハートマークなんですよ。こだわってますね。さあ、そしたらですね、この後ですね、もう一個、ちなっかい状態から先ほどの、ちなちゃん状態に、変更ができるんですが、手だけは元々からこの状態じゃないですか。これを通常状態にしていきたいと思います。さあ、これで、ちなちゃんの手が、通常の手になりました。一応手首のところから先は、この
バーにしてるバージョンがあります。差し替え可能なので、まあ、一応グーパンチの方でやりました。どうですかね、ちょっと小組なんですけどいいと思います。一応今回はこれで終わりたいと思います。で次回、これの、色付けなどのところをやっていきたいと思います。